はい、今日はね、2024年10月27日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、川路温泉の紅葉の様子をね、見ていきたいと思います。今ね、日光、奥日光ですね、こちらの紅葉が見頃を迎えていてですね、朝かなりね、こう車が上がっていく様子がね、見れました。私がね、今週おすすめするのは川路温泉ですね。こちらはですね、日光いろは坂の方にね、皆さん行かれると思うんですけど、こちらはですね、比較的空いているエリアになります。混雑を避けてね、紅葉を楽しみたいっていう方はね、ぜひね、川路温泉の方にもね、いらしてみてください。はい、これからですね、川俣の方にね、向かっていきます。ほら、真正面も見えますかね、すごいですね。今日もね、最後まで一緒にドライブ楽しみましょう。お付き合いね、よろしくお願いいたします。今ね、栗山温泉街っていいんですかね、こちらを今通過しております。うわ、すごいっすよ、紅葉が綺麗。うわ、ここめっちゃすごい。ちょっと道幅は狭いんですけど、なんかすごく雰囲気があっていいところですね。いやー、左綺麗だね、綺麗だね。やっぱこの渓谷沿いに赤いね、紅葉があるとかなりね、映えますね。いや、奥に行けば行くほど色づきが濃くなってきております。で、道幅もですね、かなり狭くてですね、対向車もね、結構そこそこ来るんですよ。なのでね、そんなスピード出さないでゆっくり、私今ね、30キロで今走ってるんですけど、これぐらいの速度で行かないと突然こうカーブから車がね、出てくるとか、ちょっとね、すれ違いに大変になってしまうので、なるべくゆっくりね、20キロから30キロぐらいで走るといいかなと思います。おー、ちょっとこのひなびた、なんだろう、なんかの橋だね。いや、かなりね、紅葉見頃を迎えております。うわー、すごい。うわ、ここすごい、めっちゃすごい。これをね、瀬戸愛郷の方にね、行きます。あれ、混んでるのかな、混んでるのかね、車いっぱいだよ。今ね、瀬戸愛郷にね、やってきました。真正面すごいいい色づきしてますね。うわー、すごい、めっちゃ綺麗。見えますかね、あそこがね、瀬戸愛郷ですね。すごいところに立ってます。で、紅葉もね、かなり見頃を迎えてますね。瀬戸愛郷ですね。うわ、すごいところにね、立ってますよ。うわ、下見て、合流してますね。姉さん大変です。
あの吊り橋を渡ろうと思って、ここまっすぐ行けば行けるのかななんてね思ったんですけど、行き止まりでした。え、どっから入るんだろう。ありましたね、そっちですね。そこの階段降りてそのまままっすぐ向こうに行ったら行き止まりでした。ちょっとね分かりづらいんですけど、階段降りたらすぐ右にね曲がってください。書いてありますね。今どこ？右か。階段があって、57段の階段があって、次160段の下りですね。で190段の上りで90段下りの吊り橋みたいです。普段ね歩き慣れてない方は結構ハードかなと思います。タオルとね、あとペットボトル持ってきた方がいいかもしれないですね。はい、いよいよですね、瀬戸愛郷ですね。めちゃくちゃここ綺麗じゃないですか。もう紅葉見頃ですね。いいですね、いい時に来ました。お、天使の鐘。はい、吊り橋にねやってきました。これからねこの吊り橋渡ってみたいと思います。結構ね高さがあるっぽいんですよね。ちょっと高所恐怖症なのでどうなっちゃうかわかんないですけど、チャレンジしてきます。あ、ここからの感じいいね。よし、おお、すごい景色。めっちゃ綺麗ですね。うう、怖い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 。はい、もう一回下覗いてみよう。うわ、けど景色すごい綺麗。揺れてるよ揺れてるよいいね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 。はい、お疲れ様です。今ね時刻は11時20分ですね。で駐車場ですけど、ここにね4、50台止まれるかな。結構ね広い駐車場があります。で今11時20分ですけど、まだね空きがあるので、こちらのね駐車場に直接来てもいいかなと思います。私ですね、もう手前に大きいね臨時駐車場っていうのがあったんで、そちらにね早々と置いたんですけど、歩ってきてねがっかりですよ。かなり空いてたので、こちらに来てみてね、それで埋まったら臨時に行けばいいかなと思います。
でちょっとね初めて行ったんですけど、駐車場から最初に下りで下っていきます。で200-300m ですかね。そうするともうあのダムの建屋があって、そちらからですねダムの上を歩って、あの瀬戸愛郷の方をね眺めることができます。足腰がね弱い方はねそちらで見るのも十分だと思います。で歩きにね自信のある方はですねその先の瀬戸愛郷にね行ってみるといいと思うんですけど、階段がね最初50何段とあと180段の下りで、その後また190段の上りっていうね、そういうアップダウンのあるところなので、ちょっと足腰にね不安がある方はね、ダムの上から覗くのもいいかなと思います。でトイレとあとね自動販売機があるので、もしねその橋の方に行かれる方はですねちょっと飲み物持ってった方がいいかなと思います。今ですねこのテレビと SNS で今流行ってるというかね、人気が出てきた瀬戸愛郷ですね。ぜひね、紅葉シーズン見てみてください。かなりいい景色でした。紅葉終わっちゃってもね、あとねこの高度感とかね楽しめるかと思います。ぜひね近くにお越しの際はいらしてみてください。それでは皆さん日光のね紅葉ドライブ楽しんでいってください。今日のね動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。